アイアン型ウッド型、選ぶ基準としてはアイアンが好きか嫌いかっていうところでまず入っていいと思います。アイアンが苦手であれば、やっぱりウッド型ユーティリティのメリットって非常に強く感じるでしょうし、皆さんこんにちは、クラブフィッター小倉です。今回はですね、ユーティリティって一言で言いますと、こちらウッド型、こちらアイアン型、2種類あると、今分類されている形にはなってます。で、ユーティリティを選びたいんだけれど、違いって何とか、それぞれのメリット合う人って何だろうみたいなところを、ちょっと簡単にお話しできたらなと思いまして、今回はご説明していきたいと思います。まず最初に、クラブの、特徴というか、構造をちょっとお話ししていきたいんですけれども、ウッド型ユーティリティ、アイアン型ユーティリティ、同じユーティリティがついてるんですけれども、ほぼ別物だと思ってます。両方ともユーティリティという表現はされていますけれども、理由としてはですね、フェアウェイウッドとアイアンの、ビトイン、中間、間を埋めるクラブというポジショニングなので、両方ともユーティリティという表現はされていますが、アメリカでは一般的にこっちがユーティリティ、こっちがハイブリッドということで表現が違うんですよ。で、やっぱり用途も、違うふうに使われている部分もありますし、実際構造違うのでやっぱりちょっと違うなっていうところがあるので、それぞれのメリットデメリットをお話ししつつ、どういった人に合うのかっていうのをお話しできればなと思います。まずじゃあウッド型からいきましょう。ウッド型ユーティリティというふうに言われますが、基本はウッドです。ウッドの、良さというのはフランジがあるので重心を深くすることで、ミスに強い弾道が打てます。ただフェアウェイウッドと比べると奥行きが狭いですので、球の上がりやすさとかミスの強さっていうのはフェアウェイウッドの方が強いです。ただその分、ウッド型ユーティリティは短いので、ミートのしやすさとか、そういったラフに強いとか、そういったところがありますので、フェアウェイウッドの、いわゆるデメリットになりやすい部分、長さによるミート率の低さとかですね、ヘッドの大きさによるラフとかの対応性みたいなのを、まさにこうお助けクラブというかですね、今まで難しい状況だったところの、うまく使えるような、ポジショニングに収まっているクラブかなと思います。で、対しましてアイアン型ユーティリティなんですけれども、もともとこのアイアン型ユーティリティがこう出てきた理由はですね、やっぱりロングアイアンが球が上がらないとか、ロングアイアンが難しくて安定した距離が出せないっていう方々が、よりアイアンの形状を保ちながら高い弾道を打ちたい、ミスに強いアイアンはないのかっていうところが、スタート地点なので、あくまでロングアイアンの代わりなんですよ。なので、そのウッド型ユーティリティと被る部分はもちろん番手によって距離とかは被ってくるんですけれども、個人的には役割は私は別物だと思ってます。よりアイアンを楽に打ちたい、ミスに強い、球を上げたい、そういったところの方々が使うには非常にいい、クラブかなと思います。中間を埋めるっていう表現は非常にいい表現ですけれども、言い換えるとやっぱり中途半端な部分も、あるのかなと私は思ってます。なので、そこのこういい意味でのアバウト感をそのお助けクラブとして使うには非常に有効なクラブだと思うんですが、よりこうピンポイントで球を狙っていくってなると結構作り込まないと難しいところかなと思うので、やっぱりこう狙うクラブとして考えるなら、どちらかにこう振り切っちゃった方がいい気はしないでもないですね。なので、お助けクラブが欲しいならウッド型ユーティリティって間違いないんです。間違いないので、ウッド型をしっかり作り込んでいって、よりこうアバウトに安定した距離を出せるっていうようなクラブにすると、よりお助け感が上がるかなと思います。より狙いたいのであれば、アイアン型の方はやっぱ狙えるだろうと思いますね。で、アイアン型ユーティリティが難しいって言われる理由は、ウッド型ユーティリティと比べるからなんですよ。あくまでもポジショニングはロングアイアンの代わりなので、ロングアイアンから考えると明らかに球は上がりますし、ミスに強くなってます。そこを考えるとね、全然優しいクラブなんです。ただそこの距離に対して高さ出して止めたいとかっていう、やっぱりその弾道から追っかけちゃうので、アイアン型は難しいみたいな表現はされやすいですね。
170、180、まあ、それこそ今の飛び系アイアンですと5番アイアンとか6番アイアンで届いちゃう距離が、まあ、正直アイアン型ユーティリティのスタートラインだと思いますので、まあ、やっぱり飛び系アイアンが出てきてるから余計なんかそういう部分があるのかもしれませんね。飛び系アイアンの長い番手をアイアン型ユーティリティとして使うっていうのも一つの手だと思いますね。はい、ちょっと、自分なりの考えを、ユーティリティのお話をさせていただいたんですけれども、まあ、アイアン型ウッド型、まあ、選ぶ基準としては、アイアンが好きか嫌いかっていうところでまず入っていいと思います。アイアンが苦手であれば、まあ、やっぱりウッド型ユーティリティのメリットって非常に強く感じるでしょうし、アイアンが得意なのであれば、アイアン型ユーティリティを、まあ、どんどん入れることによって、まあ、より自分の得意分野のこう打てる距離の幅を広げることができますので、やっぱりそういったところで選んでいただきつつ、まあ、よりこう長い距離を楽に打ちたいっていうんであれば、まあ、ラインの、ね、状況とかもありますが、そこにショートウッドも入れていただきながら自分がどんな球を打ちたいのかっていうのを、考えつつ選んでいただけたらなと思います。やっぱりユーティリティは、なんて言うんでしょう、まあ、優しいクラブです。優しいクラブなんですけど、使い方間違えるとね、狙ったところにこう打ち出しにくいクラブにもなってしまうので、しっかり自分の考え方と、まあ、クラブの特性を考えながら、自分に合ったものを選んでいただけたらなと思います。